ホセアントニオ・リベラは、アメリカ合衆国の元プロボクサー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。元 WBA 世界ウェルター級王者。元 WBA 世界スーパーウェルター級王者。世界2階級制覇王者。1992年11月7日、プロデビュー。1997年4月25日、マサチューセッツ州。 スプリングフィールドのシュビックセンターにて、ギルベルト・フローレスと、イボ世界ウェルター級王座決定戦を行い、2回2分14秒、TKO 価値を収め王座を獲得した。WBA 世界ウェルター級王座を獲得して2005年4月2日、マサチューセッツ州ウースターのドグセンターにて、ルイス・コラーゾと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し初防衛に失敗。 王座から陥落した。2006年5月6日、ドクーセンターにて、WBA 世界、スーパーウェルター級王者アレハンドロ・ガルシアと対戦し、12回、3から0の判定勝ちを収め2階級制覇を達成した。2007年1月6日、フロリダ州ハリウッドのセミノールハードロックホテルカジノ内ハードロックライブにて、トラビス・シムズと対戦し、 9回2分 TKO 負けを、喫死発防衛に失敗、王座から陥落した。2007年10月6日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、ダニエル・サントスと対戦し、8回2分50秒を、TKO 負け。2011年5月20日、2年9ヶ月ぶりの、復帰戦として、マサチューセッツ州ウースターのパラディウムにて、ルイス・メイソネットと対戦し、8回3から0で、 判定勝ちを収めた。2011年7月29日、現役最後の引退試合として、コネチカット州、アンカスビルのモヒガン3内、モヒガン3アリーナにて、パウル・ムペンドと対戦し、8回3から0の判定勝ち。2018年8月17日、7年ぶりの復帰戦として、ウースターのパラディウムにて、ラリー・スミスと対戦し、七回 t k を勝ちを収めた。 2019年6月14日、ウースターのパラディウムにて引退試合をトラビス・スコットと行い、8回2から1の判定勝ちを収め引退した。ありがとうございます。